はい、はい、今日はですね、はい、作った、はい、続きを、はい、書いていきたいと思います。思います。そしてですね、今回はですね、口に名盛を作って持っていくというおっしゃことになっております。名盛と、はい、親父の好きなビールと、はい、沖縄のお土産とかね、買ってきたやつば一緒に持っていこうかなと思ってます。はい。でね、その鈴木のスリーだから、カイ君ちょっと今、はい、半分寝てませんでした。撮った？いや、ちょっと寝てました。じゃあ、はい、クラボックス撮ったやつらはこれ、じゃじゃーん、シーバスですね。シーバス、シーバスですね。このシーバスをさばいていく。金子先生にですね、習ったですね、松とかですね、わさび入れとかがですね、やっていこうと思ってですね、先生は意識したいですもんね。パクってるじゃない。パクリでしょ。パクリじゃない。人聞き悪いなぁ。どうですか、どう思いますか。パクリですね。パクリかい。じゃあですね、僕はですね、はい、ペットボトルのキャップを使おうかと思っておりますね。ありがとうございます。どっからともなくキャップが出てきました。これでやっていくよ、はい。で、一応ちっちゃか方で、あの船盛り、姿盛り、はいはいはい、伸ばして、ほんでこの大きかとはもう親父好きに食べてくれということで、内臓を鱗剥いで、はい、そのままプレーンしようかと。さあ、鱗を剥ぎ終えました、はい。次は親父に持っていくやつですね。カイ君が釣ったやつですよ。ここね、これ飛行機十分よね。ゆらを取っていく。いく。うえ。で、ブチブチいきました。はい。小顔器袋。よこれね、速攻です。よし。で、こいつはもう頭をつけたまま、はい、これ特地にプレゼントしようか。はい、これは親父そのまま持っていくやつ、はい。で、このちっちゃいやつを名盛り、名盛りにして持っていこうと。さあ、そういう芸今度こいつか。はい、ここからが本題ですよ。そうっすよ、ここからっすよ、はい。あ、はい、確かまずは包丁。それがいいんすか。いや、選び方がよくわからないですよね。切れるやつがいい。切れるやつがいいですよね。うん、頭がついてることかな。勉強する必要がありましたね。そうですね。よっ、こいば、多分ここでよかと思うですけど。よかですか、本当に。多分ですね、多分小石粉残しときよかったじゃない。小石粉これくっついとかいかんやろ絶対に。これね、こんなんバカバカしとっちゃいかないでしょ、まあ、じゃあ反対側使えばいいんですよ多分ね。ということでやってみよう。やってみて、もうあれやったら爪楊枝でしれって止めてみたり。そうしましょう。そうそう。さあ、果たして船盛り成功するんでしょうか。ちょっと失敗しましたね今。はい、ちょっとでけん、はい、キュッキュッ。え、ちなみに海さんはこうしれんじゃないですか。上手なんですか、名砂漠の。はい、綺麗になりました。入れ取れました。はい、ほらピシャリね。はい、うん、ほうほうほう。自分で言うと思うんですけど、ほら上手。あれ、上手、上手。肉厚ですね。肉厚の日もあるということでですね、はい、キャップからが本ちゃんですね。お、なんか出てきた。これはコンビニの、はい、カット野菜たちです。カット野菜たち。あ、そうだ、あいつがいるんじゃないですか、これ大葉ちゃん。いきますよ。大葉が2枚持ってきた。了解です。2人でトークしよってください。おかすか。はい、カイ君カメラ。お、ここからカイ君カメラで初めてのカイ君カメラということでですね、もっとカイさんでどういう変ですか。そうですね、どうしたらいいのか僕も分かんないんですけどね。多分けど卵を揚げて乗せてその上に魚は持ってればいいんだと思うんですよ。はいはい、多分ですけど人間がこのぐらいかな。こんな人乗せるようにしておいて、こいつはもうここに行きに来る予定ですね。おの中ではこんな感じの。あ、そこに乗せる。そう、はい、しといてですね、反対越しにもね、金子大先生はですね、まして、ギャントバ作ったことですよ、ギャントバ。で、ここに行きにあって、こんなやったことですよ。そりゃすごいことですね。そうそう。そしてですね、こんなことをしようしたんですね。そして、1、2、なんか消えたよね、今ね、3。そして転がして、こうやって転がしてくる。
と違うと思うけど、こいつはですね、わさび入れとかのやつです。わさび入れ、はい、お、おかえり。大事な、ほら、わさび入れ、わさび入れ、ほら、はい、人参がいる。こうまずこんな感じにしといたやつば、はい、6、4ぐらいやったら取りますね、はい、で、こいつば、早いぞ、なんか切れてるぞ、伝授された。あれ、ちょっと待ってください、はい、なかったことにする。ここは聞いてですよ。なかったことになりました。若干丁寧になりました。でも早いですよね、超早い。ここを落とした方が綺麗かと思う。綺麗かったよね今回は、ね、レバーじゃなくて、そういうのこれでやってみてます。はい、ほら、いい感じやろ。松ですね、松。松っすよ。だいぶそれっぽくなってきたろ。でもそうっすね、でもなんか、揉んだ方が良かったんじゃないですか。もん、もんってあったっけ。揉む、あ、揉まんばやったね。そうなんですよ、その工程は忘れてた、俺絶対。揉んだ方が良かったんじゃないですかね、確か。うん、良かです、揉んだ方が。あ、揉まんばやった、これ揉むっていう工程は忘れと、うん、だが、時すでに遅い。すでに遅いですね。どうすか、先生。ちょっとそれっぽくなってきたんじゃない、ほら。お、松ですね、これは。うん、いいでしょ。はい、全然綺麗ですよ。一回ずつずっとね、バダップテックをね。喋れてなかったか。はい、ということで、じゃあ今からやっていきますけど。そしたらこいつはちょっと乗っけていかんいかんわけですよね。こんな感じになるじゃなかかなと。あ、なるほど、なるほど。お、わー、わー、だいぶちょっと立ったっすね、これ。うん、人参の意味がないっていうね。この人参ちょっと面白いですけど、明らかに人参で抑えてますって感じだろ、うん、そうですね。こんなんでよかったかな。まあ気持ちはいいと思いますね。気持ちはいいの、はい、気持ちいい、気持ちだけ考えましょう。はい、はい、じゃあ続いていくよ。はい、じゃあ腹骨、お、きれいよ。はい、腹骨、おいしそう、白い、おいしそうね、うまそうですね。そして、皮をいこうか。早くの早く入りました、入りましたね。はい、おお、切れか、わ、切れかすか、切れか、全部切ろうか。はい、ん、止まったぞ、何か考えがあるようだ。お、お、置いた。てて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 てうん、目が広く取れるやん。おば、取っておこうと。よし、これで先にじゃあこいつを盛り付けていこうか。はい、刺身の引き方っていうとかさ、なんかドガンティとかって言うと勉強できやがったわ。肝心なところですね。うん、肝心なとこやろ。あのね、お寿司屋さんに昔行くときに先輩の人です。先輩の YouTube 見て結構おめでとうってね、交換で渡り寿司ってとこけど食べにおいでって言ってけん、ほう、その時に教えてもらおうか。なるほど。で、どう切りゃいいんだろうね。こんなんだよね、なんか今ジャリってジャリってたね。明らかに骨切るよね。はいはい、骨切ってますね。これ抜いてないですもんね、確かに。こっちは抜きましたけど、ね、こっち抜いてないった。骨こっちも抜いていく。はい、きっと、はい、ここから。これ飾り方とか難しいっすね。そんな、そうよね。ああ、身切りかね、やっぱね。切りかですね、美味しそうっすね。うん、こんなんどことかの切り方って、とりあえず第一陣こでいく。そう、そう、ちょっとこう置いて、感覚よ、感じ的によ、こんなじゃないと。
おお、ほらなんかそれっぽかろ。それっぽいですね、それっぽいですね。どうですか、海先生。いいと思います。はい、はい、あ、美味しそうだな。最後はお、なんか作る感じですね。とりあえずこいつはあそこに置こうかな。おうおうおう、ほら、とっとっとっと、あ、すごい、あ、うお、いい感じでしょ。美しか、美しかと思う人、はい、本気でそう思います。ありがとうございます。ほんで次の段、ここなんですよね。ここは炙りゾーン。炙りゾーン、おお、バラっぽいやつにできたろ、うん、ほらバラっぽいやつですね。こいつはですね、はい、どこに置く か, ここか、そういうのもセンスですよね。でも本当にここ、わあ、綺麗、いい感じじゃない、うん、だいぶ、ね、だいぶすごくない、これ。いや、すごいですよ。これね、おいの経験上、バブーキーね、プインってなしですよ。はい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 、これ綺麗すぎ、綺麗すぎたな、多分。こんなもんすか。なんか今回おかしなことになりそうだな。おかしなことになりそうな予感。それで、はい、ここから炙りゾーンに置き、そうっす、炙りゾーンに置いて、はい、しょ、はい、いくよ。へぇ、ほや、ほら、やっぱきっとって正解やったね。おー、結構強めに炙るよ。結構強いっすね。よし、塩焼きの匂いがする。よし、オッケー。結構な勢いで炙ったやつをダーン。いつの間にか氷が用意されていた、はい、今締めております。締めておりてます。油のこれすごいよ、油。よし、拭いて、拭いた、きれいに水気を取る、はい、はい、拭いたやつですね。もう締まってますね、きれいにね。これを、はい、カットして、おお、どっち向きに走るかね、これね、うん、結構太めに切らなきゃいかんかったね。ああ、でもいい感じじゃないですか、それで。いい感じですか。いい感じでしょう。これ斜めに線で描こうと思うな。なんかうまそうじゃない。うまそうって、匂いもすごくいいんですよ。そして一旦切ったやつ乗せていくよ。はい、うわ、これ難しいぞ。よし、くらい、わわわ、うわー、船盛りっぽい。絶対うまいでしょ。俺喜ばないわけないですね。ほう、一番喜ぶとビールと思うけどね。あ、まあそこはそうかもしれないですね。元気なわけですよ。そうですね。うん、はい、はい、これちょっと難しかった。おい、どうだ。はい、これは完成じゃなかでしょうか。まだ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 ですか。はい、松がどこに入ればいいかって言ったら多分ここ。あ、まあ、なんかそれっぽくない。それっぽいですね、それっぽいですね、うん、で、わさび、これしそ、しそ、どうっすか。はい、船盛り完成です。完成です。はい、シーバスの船盛り作ってみた、そういう意味ですね、はい、これを、じゃビールを買って、これを届けておきますので、はい、特知事誕生日ということでね、はい、なんとか無事に作れたんじゃないでしょうか、船盛り。船盛りか、いや、立派ですよ、初めてでしょ、でも初めてね、うん、すごっかりですよ、これ初めて作る船盛りね。はい、ということで、カイさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。おっきなお魚一匹いただいて、そうですね、あれも届けてきますので。わかりました。何の意味なのかわからないよね。はい、じゃあこれを持っていきたいと思います。はい、今日持ってきました刺身と、カイ君にもらった、なんだっけこれ、スズキ、でかいやつ、実家に持ってきたところです。はい、はい、大きいわ、ええ、はい、はい、ほら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 、はい、こっち、はい、ちゃん飲みよ、はい、来い、誕生日おめでとう。あら、あら、これ、ありがとう、ありがとうございます。昨日釣ってきたとよ。おー、渡すために、これは大きいね。そう、一丁来い、これ、来いもん、はいはい、おー、これ大きいわ、これだ、はい、よー、おー、大きい、大きい、おー、よかったね。すごい、親父用に釣り行ったって、お父さん用に釣りって来てくれたとね。そうそう、親父用に、二人、ちょうど美味しい乾杯やろ、これ。よかったね、ありがとう。はい、はい、ということで、お父さん、おいくつの誕生日ですか。74です。もう4年、はい、いつまでも元気でおってください。はい、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつもお世話になります。これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあ、特殊の誕生日でした。はい、ありがとうございました。また YouTube で頑張りましょう。頑張れ。今から釣ります。今から
筋を入れていきます。1匹取れました。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますのでよろしくお願いします。